おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。この動画はバイオリンの学習者のみならずプロでも使える、一石二鳥の、私西谷邦人式の、ウォームアップを、10回にわたりまして伝授していくというそういう動画チャンネルです。一般的なこの練習メニューでいうと、基礎の音階スケールとか、練習曲のエチュードやカプリス、そしてまあメインの曲、もしくはねバッハとか、ね、そういう順番でこう練習されていくっていうのがまあ普通だと思うんですけど、この動画ではその基礎の音階の前の基礎、つまりウォームアップですね、を紹介しまして、バイオリンをこうやって開けた瞬間、あのケースから開けた瞬間に、練習前とかね、その練習前や、演奏の本番前にぜひ導入して活用していただき、よりこうカンフタボーな、快適な演奏ライフを送ってもらえればなと思います。さて、今日のウォームアップですが、弓の引っ掛ける練習です。弓引っ掛け練習、これね、ものすごいいい練習ですね。前回というか前に紹介した弓ビュンビュンの練習に次ぐ、弓のすごいいい練習です。で、これなんですけどね、私クロイツェルの7番っていう、クロイツェルの練習曲のエチュードの7番を僕結構ウォームアップで練習してたことがあるんですけど、こういうのですね。で、これでですね、結構弓を引っ掛けて弾くっていうのはすごい、スピッカートの練習なんですね。こうやって引っ掛けるのね。ね。でですね、まあ、今回スピッカートの練習ではないんですけど、弓をこう、まっすぐに綺麗にスパッスパッと行くようになるウォームアップですね。これでやっとくと、やっぱり、自動的にね、弓がまっすぐになりやすくなるんです。で、これじゃあどういう練習するかも、早速教えたいと思います。どういうことかというと、まず、弓を、元で引っ掛けます。で、この時、ギとか、って言わないで、軽く、ポンってやるだけです。ちょっと引っ掛ける。力を入れる。これ面白いですね。引っ掛けるって言うんですけど、英語でグラブって言われます。だからグラブ、掴むって感じですよね。掴むっていう感じです。わかります？キッキッって引っ掛けてますね。そう。これをやります。まず。そうしたら、弓の先で、アップに向かって、つまり、先から元に向かって引っ掛けます。こうですね。で、元は、下から上ですね。向かって引っ掛ける。そうそう。これです。これだけです。この時にできるだけまっすぐになると。まっすぐで。まるで弓をパッて使ったように。これいいです。次、A 線も。極力同じ場所を目指してください。視認で確認します。目で確認します。A 線も。これ結構きついですよ。D 線も。で、K 線。で、難しい方はもう、まずは、ゆっくりやってください。これ難しいですかね。ゆっくりです。しっかり持って。置いてから、引っ掛ける。置いてから、グラブする。そう、そういうことです。ですか？で、これがまあ初級編なんですけど、上級編は逆をやります。どういうことかというと、まずは、元では、下から、元から、上、先に向かって、引っ掛けるわけだったんですけど、その逆をやるんです。元でアップ棒、つまり弓先ではないですけど、上から下に持っていく、だからこう引き上げるってですね、アップ棒で引っ掛けるってやつ。これでこっちは今度はダウン棒で引っ掛けるんです。こういう風にします。こういう風にします。難しいですよ。で、この時にパッて行かなくてです。こう、弓を置いた時、弓先で、置いた時に、こう、バウンスしちゃうとですね、こうじゃないです。ボイ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 オンみたいな、ボイボイオン。しっかり、ピタッと止めます。これは難しいです。普通の初級編の時もそうですよね。こういう時も、行った時に、こういう風にボイオンってなっちゃったらダメなんです。やっぱりしっかり、ピタッと止めなきゃいけます。これが難しいです。で、元、やっぱりね、弓の先っていうのはコントロールしにくいんですよ。こっちだったらそんなでもないですけどね。だから、引っ掛けて、逆ですね。これ逆。これもすごい練習になります。うん。
あの筋肉も鍛えられると思いますし、あの指も鍛えられると思いますし、とってもいい、あのちょっと難しいですけどね、弓の練習法、ウォームアップ法だと思います。ということで、今日も、見ていただきありがとうございました。ぜひよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。